ブランコ・ツルベンコフスキは、北マケドニアの政治家、第3代大,大統領、第2.4代首相を歴任、旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国、ゲンボスニア・ヘルツェゴビナのサラエボ生まれ、マケドニアの首都スコピエのスコピエ大学電気工学部を卒業後、1990年に、マケドニア社会民主同盟から国会議員に初当選し、 マケドニアが独立した1991年に同等党首となって以来党首再選を続けている。1992年初めて首相となりアルバニア系政党も含めた連立政権を組閣、経済安定と民主化を進めるとともにギリシャとの間の国名をめぐる紛争を妥協させ国際連合への加盟を果たした。百九十八年の総選挙で敗退し首相を オリルが2002年の総選挙で勝利し、内部マケドニア革命組織、マケドニア国家統一民主党のボリストライコフスキ大統領の下で、再び首相に就任した。2004年2月26日に、トライコフスキ大統領が事故死したのをきっかけに4月に行われた総選挙で、社会民主同盟の候補となり、4月28日の決選投票で、 国家統一民主党の候補を破って第三大大統領に当選した。2009年5月12日に退任。ありがとうございます。